最悪だな、これ。なんか、好きな女の子の名前ってどうなることでしょう。救われた患者さんたち、まあでも、美味しいっす。はい、こんばんは、ひろまるねおとです。キムチを作っていきます。いただいたキムチがすっごい美味しくてめちゃめちゃもらったんですけど、もうあとこれっきゃないんですよ。ありますよ、ちょっとっけな。で、これすっごいトロトロに溶けててめちゃくちゃうまいんですけど、網の塩辛とか、まあ、塩辛系そのとか、あのイカの塩辛とかも入れる人いますけど、その人は入れないでやるっていうのは言ってて、僕もちょっとこれに近づけるように、まあ、店でこんなうまいの売ってないんでね、ならもう自分で挑戦してみようということで作ってみようかなと思います。今日まだ唐辛子は届いてないんですけど、もともとカニペッパーとかはあるんで、これめっちゃくちゃ辛いんです。これはちょっとしか入れない方が、一回前丸のまま作ったことがあって、このまま、まあ、4分の1カットを白菜2玉分ぐらい気合で作った方だったんですけど、まあ慣れていないのにいきなり大量にやるのはやめた方がいいということで、大失敗したんですよ。ニンニク多すぎたのと唐辛子入れすぎたので、もうクソ辛いのクソ臭いのができちゃって、まずかったですね。まあまずかった。いろんなやり方の人がいるんですけど、僕今回もう刻んで塩漬けして水抜いて、ヤンニョムだって、まあ、キムチの素を作ったのと合わせて発酵させていこうかなと、本漬けしていこうかなと思います。丸のままやってもいいんですけど、ただ食べるとき楽なんですよね、切ってやった方が。で、これ買いました、ポリ袋、まあ、透明のビニール袋ですね。これの中でもうつけていけば、もうこの袋の中で完結するかなと思うので、鍋と袋でやっていこうと思います。じゃあ早速白菜切っていきましょうかね。こんな感じ、30リッターちょうどいいかもしれないですね。で、ここに塩を振りながら、最終的にこのタッパーに収まるぐらいにしたいんですよ、ビールのアドン。実際水分抜けてね、かさは減ると思うんですけど、その分他の野菜も入るんで、入れるんじゃないかな。やっぱりもう一個やります。半玉つけ、半玉。で、なんかこのあと重しで水分抜いて水洗いして、一応消される時にちょっとしょっぱいかなぐらいがいいらしい、ベストらしいです。たまにものを混ぜてやるといいらしい。絶対こっちの方がさ、ひつぎ塩が回るよ。これはいいよ、周り全然汚さないし。シュプン、分かったかもしれないです。キムチ作り一回失敗したから、しばらくやってなかったんですけど、これすっごいでかい樽買ってきて、まあ、準備漬物石も買って、なんだったら今その漬物石車の中に捨てられずに置いてあるぐらいなんですけど、その、まあ、いろいろ準備したんですよ。多分 4,5,000 円かけたかもしれない。で失敗したもので、もう二度やらないって思ってたんですけど、今こうして少量で始めたりとか、できる材料でできる、規模でってやれば全然難しくないし、場所も取らないし楽かもしれないですね。いやー、先走ったかもしれない。韓国唐辛子が明日明後日来なそうなんですね。下ごしらえだけしといて、それでも発酵進むよな。まあ一回発酵なるか。今白菜を30分ぐらい漬けたのをこっちにかけたんですけど、塩漬けして最初にこの粗塩をバーって巻いていって、その後水で洗って水を切るっていう人と、塩水に漬けて
塩粗塩やってから水入れてそのままつけてで水切るっていう人といるんですけど、要は塩味を調節するだけだと思うんで、うん、このビニール袋の中に水入れてもうちゃごちゃごちゃごちゃっと洗って、塩味を調節していこうかなと思います。でその後よく水を切る人なんで、水を切る時間はいくらでもあるんだけどね、唐辛子がつけないっていうの。あとはまあこんな感じで水を切っていきます。おはようございます。昨日つけたやつ、塩漬けして水で洗ったやつなんだけど、ちょっと塩分濃度が低いかなと思って、もう一回ちょっと塩を入れてもうちょっと塩味を足していこうかなと思います。アルコール消毒して、いや、そういうことはしない、いじめとかは絶対しなかった、むしろいじめられてた、うん、小学校のちっちゃい時はいじめられてた。1年生、2年生、3年生ぐらいの時にいじめられてて、あれだよ、学校のさ、お前たち今ないけどお前ら帽子かぶってくだろ、バカの頃ヘルメットかぶってたんです。まあトラックもいっぱい通ってたから危ないっつうんでみんなヘルメットかぶってた、暑い時もで、ヘルメットかぶって2キロぐらい歩いて小学校行くんだけど、その途中で友達にヘルメットとかあのドブ川に流されたりとか、そういうことだったり、うんこをそこら犬がしてるじゃん、あのうんこを缶につけて顔につけられたりとか、いじめられてたよ。で、いつもは我慢してたんだけど、パパも3年生ぐらいで好きな女の子できたんだよね。で、好きな女の子ができて、好きな女の子の前でそれをやられた時にパパは切れたんだよね。どっかにいるな、知らないで、え、そりゃ今おばさんだろう。でも綺麗な子だったから今も可愛いと思う。好きそのうちどっかで会えたら、どこさ、ね、あ、でもあれは別にえ、あれだよ、幼馴染だから、まあ、付き合ったことある。ない。チューしたことある。唇と唇で。ある。やだ。ビューで。キショイっていう。唐辛子が届きました。日曜日、金曜日に白菜塩漬けして水抜きして、どう一日だから丸水抜きして今ザルに切ってるんで、よし、やっとこれで気持ち作りが進みます。あ、すいません、今日絶好調にあのオミクロンなんですよ。まあ乳酸菌で死滅してくれるだろうし、もう顔やばいですけど、すいません、今やらないわけにいかないので気持ちがね、やってきます。嫌な予感しかしないと思う。あー、お腹切れてる。あら、かわさない。マジか、全然辛くない。あ、これ
れが甘いですけど、後からふわーっとくるからせて、うん、美味しい。え、どっから取ってなかったの？最悪だわ。まずこのやらかしてしまったキムチをちゃんと移そう。あ、あ、いいこと考えた。腐ってるじゃん。おお、というわけで解決。したかったんですよ、これ止まるから。ちょっともう、おお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 、すごい、超ジャストサイズです。超ジャスト、これ気持ちいいっすね。これ全然計算してなかったのに、このこういう、あ、気持ちいい。こういうのたまんないですよね。計算してなかったのに、この入れたかった器にぴったりっていう。ちょっといただきますよ。ほら、閉まってる。ほらぴったり。じゃあ、あとは常温で発酵させて冷蔵庫でゆっくり美味しくなるのかどうか楽しみですね。で、今回大丈夫な気がする、うん、前回はその辛い唐辛子を入れすぎたのが一番の反応だった。あとニンニク入れすぎた。今回は途中で生で味見してもなんかまあ美味しい感じがしたんで、きっと大丈夫。ただ白菜の塩分塩味具合がちょっとわからないですね。ちょっとしょっぱめにやったんで、そこがきちっと出るか強度出るか、うん。でですね、やってみてどうだったかっていうと、あらかじめ白菜を丸じゃなくて4分の1カットをさらにあの鍋用みたいに切って、こういう家にある鍋とかにビニールをかぶせてやれば全然汚れないし、あの楽ちんでしたね。まあ問題は材料がしっかり揃ってるか確認しとけっていうところが失敗でしたね。そのようです。これ続けられそうな気がしますね。うん、美味しくできたらもうちょっと改善しながらやっていきましょう。汚さないでできるし、冷蔵庫もこれをレギュラーの場所として取っておけばいいので。あれ、これって常温で発酵させてる時って密閉してる方がいいんですかね。あれ、どっちなんだろう。空気入れた方がいい。よし、どうなることでしょう。全然浅いけど美味しいですよ。浅漬けは浅漬けで美味しいです。結構簡単にできるんで、皆さんもやってみたらいいんじゃないですか。ただこっからね、あのうまさが出てくるのはどうなんだろう。唐辛子もっと入れても良かったのかな。もっと赤かったもんな。ほら、今これで一応キムチ作り編は一旦終了ですね。何ヶ月か経った後のやつ、1ヶ月ぐらい経ってからかな、また、その後の
新潮くん、こちらのね、どうなったのかご報告しようと思います。今日が2月17だから、つけたのが2月の5日だから、ちょうど10日ぐらい経ったキムチ。ちょっと余計な水分出てるけど、味なかなかいいっすよ。ただ、そうね。これ、この汁がね、もうちょっとサラサラじゃなくてトロトロになってほしかったんですよね。これからなんのかな？まあでも、美味しいっす。また第2弾ね、すぐもうすぐなくなっちゃうんで、意外と半玉だとすぐなくなっちゃいますね。次はもっとうまく作れるように頑張ります。ご視聴ありがとうございました。